はいどうも皆様、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインやっていきます。そして今回はゆきおのワイン入門第2回目でございます。はい、で第1回目この前やったので、まあよかったら第1回目から見ていただきたいんですけど、でもこの2回目から見てもまあこのワイン入門的なものが分かるような感じにはしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、まずちょっと飲んでるんだけど、今一応このゆきおのワイン入門っていうのをね、このワイン初心者の方にちょっとワインをどうやって選んだらいいかとか、そうワインってちょっとどういうものなのかなっていうのを知ってもらうために、ちょっと初めてこういったちょっとワイン入門的なことをお話しするっていうことをやってるんだけど、第1回目でね、もうすでにワイン開けてて、ちょっとワイン飲みながらやろうかなと思ってやってるんだけど、第1回目でもうすでにちょっと飲んじゃってさ今第2回目なんだけど、一応3回までこのままぶっ通して撮る予定なんだけど3回目やる頃にはもうこれワインなくなって俺酔っ払ってんじゃないっていうね気がしてきましたがまあ皆さんもね、もう気楽な感じで、ワイン入門って別にそんなね、めっちゃこの学校みたいにレクチャーできるわけではないので、ちょっと俺がこの気になることとか知ってもらいたいなと思うことをお話しするっていう回になっておりますので、まあ気楽に見ていただければと思いますので、やっていきましょうか。ゆきおとワイン入門。はい、ということでゆきおのワイン入門第2回目は、第1回目はね、ちょっと甘口と辛口っていう、これすごくね、線引きが難しいところなんだけど、結構甘口と辛口ってそのワインを扱ってるもの、ワインとこの関係のこのね、ワイン知ってる人たちからの感覚と、そのワインはあまり知らないけど、なんとなくワイン飲みたいなっていうワイン初心者の方も多分感覚ってもしかしたら違うかもしれないので、そこのことを第1回はお話ししたんですよ。はい、すごくそこ大事だと思ってて自分の中では、はい、ということでまずその第1回目はその話したので、2回目はねちょっともうピンポイントでブドウの品種、ここは自分の好みっていうのを知ってもらおうかなと思って、ここは少し面倒くさくはなるかもしれないけど、ぜひまず最初に自分がどういうワインが好きかっていうのを知ってもらいたいんだよね。ただ漠然とねこのワインをなんかスーパーとか行って、あちょっと今日赤ワイン飲みたいな、赤これでいいかみたいな感じのとか、今日白ワイン飲もうかな、白ワインちょっと値段安いからこれでいいやっていう感じで選ぶんじゃなくて、ちょっとエチケットってラベルのことねを見て、ブドウ品種とかも書いてあるので、そこを見て、あ自分の好みはこっちだからこれ買おうみたいな、そうそこのチョイスができるようにぜひなってほしいなと思ってね、なのでやっぱり一番チョイスしやすい、その選別しやすいところっていうのはブドウの品種なんだよね。ワインってワイン用のブドウっていうのはいっぱいあって、あ実はねこれそうだ、ワインのブドウと食用のブドウって全然種類違うからそうこれね違うのよ。ワイン用のブドウっていうのはちゃんとあって、食用のブドウはまた食用で別であって、もう元の種が違うから基本的にはもう別、ブドウなんだけどね、元の本当種が違う、種っていうのかなんていうの、そう元が全然違うのよ。なのでワイン用のブドウっていうのは基本的にあるんですよ。ビティス・ビニフェラっていうのがあって、そうで食用の方はラブルスカとかそういった種があるんだけど、もう完全にワイン用はワイン用っていうのがあります。はい、一応食べても美味しいんだけど、もちろんねちょっと違うよっていうことです。まずはワイン用のブドウがやっぱりね、実がちっちゃいのよ基本的には。食用のブドウの方がちょっと実が大きかったりして、果汁がしっかりあって、っていうこと。なんでちっちゃいかっていうと、基本的にはワインの、白ワインは果汁だけを使って作ることが多いんだけど、赤ワインの場合はブドウを絞ってからブドウの皮とか種も一緒に漬け込んだりするから、その一番そのワインにとって重要な部分っていうのは皮とか種の成分だったりもするからね。で、その成分が大事なのでやっぱりブドウは小ぶりになってて、で果汁は少し
で皮の成分とかしっかりあるっていう方が大事っていうのがあるので、まあ、ちょっとその違いはあるんだけど、あ、ちょっと脱線したかなまあいやいや、ということでそれがあるので、まあ、ブドウ品種、ワイン用のブドウ品種の話、これは、うん、はい、ということでブドウの品種なんだけど、もうこれはね、多分まあワイン興味持ってね、ユキオの動画見てくれてる人なら、まあ大体もう知ってるとは思うんだけど、まず赤ワイン、ピノノワールとカベルネソービニョン、この2つ、もうこの2つよ、もうこの2つさえ飲んどけばどうにかなるからワインなんてどうにかなるから、もうこの2つさえ飲んで、この違いさえ分かればもうワイン知ったよ、もうほんとそういうこと、はい、その2つ、まず赤ワインからいこうか。カベルネソービニョンとピノノワールっていうこの2つね、まあこれはもうもともとフランスの、まあ、ボルドーっていうブルゴーニュってこうもう2大産地があって、もうねやっぱ味わいがね全く違うのよ全く違うの。なのでぜひこの2つをね、飲み比べてもらいたい。これはねなかなかやらないかもしれないんだけど、やっぱり自分の好みを知るっていうのは結局ね、その飲み同時に飲んでみないと分かんないよ。でも同時に飲まないと、もう一本一本単体で飲んでいくと、あ、このワイン美味しいな、あ、好きだなみたいな。で、まあまあ、全然違う日に違うワイン飲んで、あ、このワイン飲んだ、あ、でも前飲んだ方が好きだったかな、でもどうだ、これも好きだなみたいな、ちょっとね、その全然違う日に飲んでたりすると、ちょっとその比較対象が曖昧になってくるから、ぜひもね、同じ場で、もうその日に同じ場所で2本買うのはめんどくさいかもしれないけど、自分の好みを知るためにぜひ飲み比べはしてもらいたい、うん、飲み比べはね大事。もうでも食べ物とか飲み物って何でもそうじゃん。なんか比較対象が一つあれば、まあ自分の好みはどっちかなっていうのは絶対わかるし、まあ別にワインじゃなくても、それこそケーキだとあれか、わかりやすいか、なんだろうな、まあ、チーズもそうだし、うん、まあ、ね、いろいろね、お茶とかでもそうだよね、うん、そうそう、まあ、飲み比べはいろいろやり方はあるけど、まずこの品種違いっていうのはぜひカベルネソービニョンかピノノワールか、うん、まあこれは本当ね、もうスーパー行けばラベルにエチケットに書いてあるから、それをね、まあできたら同じ生産者、まあ今俺コノスルこれ飲んでるけど、コノスルも多分カベルネソービニョンとピノノワールっていうのは出してるから、まあそういった同じ生産者のものを買ってきて、まあ、うん、まあ1本ね1000円から1000円以下のものでも全然いいよ、それで買ってきて好みの違いを知るっていうことね。でもしカベルネが好きだった場合、カベルネが好きだった場合、こうお店とか行って自分が好きなワイン、まあこういったワインが欲しいなと思った時に、例えばじゃあカベルネソービニョン好きなのでそういった感じのありますかみたいに言えるしね、もしピノが好きだったらピノノワールっぽいワインが欲しいですみたいな、そう、まあそうじゃなくても、もしカベルネが好きだったら大体このまあ赤ワインの中ではちょっとしっかりとしたワインが欲しいですと言うと、あ、なるほどって向こうも分かるから、あ、だからしっかりとしたワインだったら、まあ大体そのカベルネとか、まあちょっとシラーとか、場所だったらカリフォルニアとかそうかなみたいなとか思うし、もしピノが好きだったらちょっと軽めの柔らかい感じのワインくださいって言ったら、大体こうピノっぽくなってくるから、まあその違いでこのこ、まあ、言葉というか伝える言葉が大体違ってくるので、そこのもし好みの違いっていうのをぜひ自分の中でね、どっちが好きかなっていう、まあ、どっちも好きだったらどっちも好きで全然いいよそれもあり、もちろんあり、そう、そしたら気分に分けて、まあ、ちょっと今日は濃いめのしっかりとしたワイン欲しいなと思ったらカベルネを選んだりね、まあ、ちょっとフルーティーな欲しいなと思えばピノも行ったりとか、うん、まあ、ピノの方が基本的にはちょっと生産量とかね、まあ、フランスで言ったらボルドーブルゴーニュ言ったらブルゴーニュの方が全然生産量少ないし高いってなったりもするけど、でまあ大まかに分けてる話ね。そこで、まあ、飲み比べて違いを知って好みを知るっていうのが結構大事、うん、漠然と飲んでたらちょっと分かんなくなっちゃうから、やっぱりこう自分の中でのそのまあ好みが分かれば選び方も必然と分かってくるからね。そこです。はい、今まず赤ワイン編ね。
はい、そして白ワインです。次は、うん、まあね、今赤ワインでカベルネとピノをやったっていうことは、白ワインはまあもちろん2種類なんだけど、白ワインといえばもうこの2つですよ。といえばそう、シャルデネとね、ちょっと噛んじゃった、シャルドネとソービニョンブラン、この2つ、もうこれもうね、この2つは本当全く違うブドウ品種だから、大体の好み分かれるから、これで、そう、分かっちゃうから、そういうこと。まあ、まずこのね、シャルドネとソービニョンブラン、白ワインだったらね、この2つの品種を押さえておけばもう間違いないからね。ちょっとだからもう酔っ払ってきたから乗ってきちゃったかもしれないけども、はい、まあ、まずシャルドネ、そう、シャルドネはまたさっき言ったピノノワールと同じような産地なんだけど、まあ、ブルゴーニュがもともとシャルドネは一番ね、まあ、いいシャルドネができる、まあ、地域になってるんだけど、まあ、ブルゴーニュって、まあ、シャブリもあるからね、シャブリもシャルドネってブドウを使ってるんだけど、そう、うん、まあ、でも比較的シャルドネは、まあ、ちょっとコクのある感じのワインができるものもあるので、まあ、すっきり淡麗辛口もあるんだけど、まあ、それはちょっとまあ別として、基本的に、まあ、樽もしっかりかけたりしてちょっとコクのある感じのワインができやすいのがシャルドネ、ね、そうで、ソーヴィニョンブランはどっちかというともっとこのね、酸味がしっかり引き立ってすごい辛口な感じ、どっちかというとね、辛口な感じ、前回も甘口辛口話したけど、結構シャープな感じの味わいなので、シャープですっきり辛口って言ったら大体ソーヴィニョンブランの方が多いかな。フランスだとロワール地方の方のソーヴィニョンブランなんだけど、そう、まあ、それも別にフランスワインじゃなくていいの、全然今さっきも言ったようにコノスルでね、チリワインとかで飲み比べると分かりやすい、まあ、同じその生産者の、まあ、同じ価格帯のワインでいっぱい出てるから品種違いがね、ぜひそこで飲み比べ、そこでブドウ品種のを買ってもらいたいんだけど、そう、なのでもしそしてシャルドネが好きだなと思ったら、まあ、ちょっとコクのあるタイプのワインをまあ、自分が好きだなって感じなので、まあこのお店とか行った時にはね、ちょっと白ワインで、まあ、ちょっとコクがあるタイプとか、ちょっとしっかりとした感じの、ちょっとそういったね、まあ、樽の香りがもしこの好きだったら、まあ、樽の香りがするワインとか、ちょっと樽っぽいワインが欲しいですって言ったら、まあ、そういったのが絶対出てくるから、まあ、そういった風に、まあ、自分の好みがそっちだなっていうのもあるし、まあ、例えばソーヴィニョンブランの方が美味しいなと思ったら、そう、ちょっとすっきりとした白とかね、ちょっと爽やかな白とか、そういった風に言うとソーヴィニョンブランっぽいワインになるので、まあ、ただね、まあ、シャルドネもソーヴィニョンブランもそうなんだけど、まあ、シャルドネは特になんだけど、シャルドネは本当にいろんな味のタイプができるワインだから、まあ、今言ったようにでも、そう、樽の香りって言っても樽の香りがちょっとわからない場合もあるので、まあ、そこはちょっと難しいかな難しいかもしれないね、うん、なのででもまあ大体チリのそのワインとか、まあ、オーストラリアとか、まあ、スーパーで売ってるちょっと1000円以下のワインの場合は、基本的にシャルドネはある程度しっかりとしているタイプが多いので、まあそういったところで、ね、飲み比べていただくと、シャルドネとソーヴィニョンブランは分かるかな。まあ、シャルドネもね、やっぱり結構その、まあ、ニュートラルな品種って言われるから、もう産地とか作り方によって全然表情を変えてくるので、まあ、難しいっちゃ難しいんだけどね。でもまあ一般的には、はい、シャルドネとソーヴィニョンブランだとシャルドネの方が大体コクがある感じ、ソーヴィニョンブランだとシャープな感じっていう風にはなってくるかな。っていう感じかな、品種の、うん、まあもしあれだったら、その飲んだワインの品種とあと産地もね、ぜひ覚えていただけたら、産地それも覚えて、まあ一緒にセットで覚えていただくと、よりその伝えるときに分かりやすいかもしれない。例えばチリのシャルドネが好きなんですよね。ああそうか、なるほどね、ああいう感じねって分かるし、フランスのソーヴィニョンブランが好きなんですって言うと、ああなるほどね、そういう感じかみたいになるからね。まあその品種プラス地域ももし覚えていただけたら、
強いた国かな、国でいいかな、大体は、うん、国でいいと思う、うん、っていただくと、すごくあのそういったワインが好きなんですけど何かいいのありますかって言われると、すごいそこはもうかなり絞られてるから、あ、なるほどなと、じゃあちょっとこの辺をちょっとじゃあおすすめしようかなってなってくるので、そうだね、まあ、そこまで言っていただくとパーフェクトかな。そう、まあ、でもまずは飲み比べていただくっていうこと、それが自分の好みを知るっていうのは大事なので、そう、そこをまあぜひともやってもらえたらありがたいかな。でそうするとね、自分の好みが分かってくると楽しくなってくるから、ワインって絶対そうそうそう、そうなると、あ、じゃあまたこの違うワイン飲んだ時に、あ、また飲み比べてみようかなって思ったりもするので、ぜひそこはちょっと面倒かもしれないけど2本買う品種違いの2本買ってくる、で好みを知る、これ大事よ。そう、なのでぜひそこはやっていただけたらのとのとなと思いますので、よければね、はい、はい、という感じでございます。うん、ということで雪男のワイン入門第2回目はブドウ品種についてでした。はい、大丈夫かなまだね、第1回目でも言ってるけど、もし何か分かんないこととか、え、何これ何分かんないとか、あ、これどういうことみたいな質問があったら、ぜひコメントで対話しましょう。はい、そういうことにしましょうということで今回もご視聴ありがとうございました。雪男とワイン、雪男のワイン入門第2回目でございました。はい、次回もまた、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆきよでございました。それで皆さん、じゃあね、バイバイ。